はい、マスオ TV です。はい、今日はですね、じゃじゃん、こちらハイパーヨーヨー、ヨーヨーです、ヨーヨー。僕がね、小学生の頃にヨーヨーってね、めちゃめちゃ流行ってたんですよね。コロコロコミックとかの漫画であったりとかして、で、今日はね、小学生の頃にやった時の技とかをね、ちょっといろいろ試したりとか、あとなんかね、パソコンで見ると結構ね、いろんな技があるんですよ、ハイパーヨーヨーって。 YouTube にもね、なんか動画ヨーとか言って載ってるんですけど、そういうのね、ちょっとやっていきたいと思います。いや、超ね、懐かしい。なんか小学生の頃って、うちの兄ちゃんが持ってたんですよね。でね、僕は買ってもらえなかった気がするんだよな。ハイパーヨーヨーって地味に高いから。1000円以上したからね、こう、みんなにこう、全員に買ってくれるっていうのはね、なかなかなかったんですよね。よし。末っ子だし、4番目だし。じゃん、こちらがハイパーヨーヨー。結構ね、かっこいいですよね。で、あえてシルバー買ってみました。なんかハイパーヨーヨーにもいろいろ種類があってよくわかんなかったんですけど、とりあえずこれ買ってきました。ではね、早速ちょっとやってみたいと思います。ループザループがね、できるかどうかなんですけど、ちゃんと映るかな、皆さん。はい、いきまーす。せーの。おお、あれ、あんまり上手くないな、俺。あ、なんかシールがついてた、シールが。あ、これがついてたからできなかったのかな。いきます、せーの。おお、ほら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 、光る。おお、今見て分かりました？せーの、はい、ほら光ってるの。もう一回行こう、せーの。あー、投げちゃった投げちゃった、やばい。はい、ではね、こちらのハイパーヨーヨー、さっきからね、結構練習しました。で、暗くなったんで、ちょっとね、部屋暗くしてやってみます。そうすると、ほらほらほら、見て見て、ヨーヨー、これ光るんですよね。結構綺麗で、なんか暗いのもまたいいかなと思って。よし、ほら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 、映ってっかな、ピュッと。じゃあちょっとね、一つ技やってみよう。ほら、ブランコ、ブランコ。これもまあ簡単な技の一つですよ。技見せます、いけ。よしよしよし、できた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 。いや、ちゃんと成功したし。今のがオーバーザドライブだっけな、っていう技です。はい、では最後にね、ループザループにね、挑戦してみたいと思います。うまくいくかな。昔からね、これあんまりうまくなかったんですよ。で、いきます、せーの。うわ、ダメだダメだ、やっぱりループザループ。せーの。なあ、わかんねえ、ありか。ダメだな、どうやんだろうな、マジで全然ね。せーの。お、全然違うけど、なんかすごいことできた。せーの。おぉ、いってーいってー。はい、ということでですね、今日はね、ヨーヨーをやっていきました。はい、いやー、皆さんにね、ループザループをね、お見せしたかったんですけど、なかなか練習してもね、できなかったんで、またもっとね、練習してからお見せしたいと思います。でもね、ほんとハイパーヨーヨー楽しかったです。はい、皆さんもぜひ、普通にね、どこにでも売ってると思うんで、興味ある方は買ってみてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。